はい、皆さんこんにちは。今日は iPod Nano 第6世代の、レビューを行いたいと思います。購入してから、何日か経ちまして、その間にいろいろちょっと使ってみたので、その感想も兼ねて、このレビュー動画を、撮ることにします。はい、まずですね、こちらのボタンで解除ですね。スリープとか、ちょっとすいません。それで、このボタンで音量を下げて、こっちのボタンで音量を上げられるようになっています。それでですね、タッチの感度はやっぱりマルチタッチディスプレイだけあって、とても感度はいいです。それで、ちっちゃいから使いにくいんじゃないかって方もいるかもしれませんけれども、実は案外、なんて言うんでしょうか、馴染んでいくんですよね、やってると。ではまずは、曲の方から見てみましょうか。アルバムを開いて、僕はよく使うんですけど、 iPod Touch 同様、見えますでしょうかね。ここに A から Z まで、まあ、あと日本語のあれまで、このようにして、はい、最初の、何でしたっけ、こういうの、頭文字ですね。でこういう風にすると、K だと K が頭文字の曲が表示されたりするなっていうので、結構曲は探しやすいです。で、音質の方はあんまり、まあ、あんまりというか変わらないはずなんですけど、タッチと全然変わりません。それで、写真の方は、こんな感じで、見ることができます。で、ダブルタップで拡大ですね。ピンチイン、ピンチアウトはできませんが、まあ、十分ですね、これ。それで、まあ、こんな風にして戻るんですけど、で、ラジオなんですけど、室内だと、これ今ヘッドホンつないでないか見えですね。室内だと結構感度悪いんですけど、電車の中とかだと結構拾ってくれますので、使える機能だと思います。では、まあ、他には時計、こんな感じでタイマー、ストップウォッチと普通の時計ですね。これ設定で、時計をスリープ解除の時に最初に表示することもできるので、腕時計持ってない方もこんな感じで、アームバンドを購入してつければ腕時計代わりにもなります。はい、まあこの辺りの曲とかはまあそんなにあんまり言うこともないと思うので、バッテリーについてですけど、今こんな感じですけど、バッテリーこれ大体、3、4時間ぐらいですかね、曲を聴いたらこれぐらいになりました、僕は。で、まだ使い始めたばっかで、まだバッテリーも全然新しいので、そういうのもあってかなり持ってる方です。はい、バッテリーの持ちについてはこのサイズなので結構心配してたんですけど、全然、普段使うには不自由のないバッテリーの、あれになってますね。まあ、他には、この再生中ってやつを何の曲も再生してない状態で押すと、ランダムに再生されます。まあ、シャッフルですね。あとは設定とかいじってみますと、こんな感じで情報とか、ミュージックは、音量の自動調整、イコライザー、音量制限と、オーディオクロスのオフや、一般ですと、壁紙も、はい、こんな感じで、まあ、おしゃれな壁紙がデフォルトで何枚かついています。この感じですと多分、フォトライブラリから選べないようですね。で、画面の明るさはだいたいこれからこれぐらいまで、とても明るいですね、こうすると。こんな感じで、これぐらいがちょうどいいですかね。まあ、変更できます。はい、
まあ、日付と時刻もこういう風に、例えば文字盤もこういう色を変えられたりとかもできますし、ラジオの地域はまあこれは日本で当たり前ですけど、アクセシビリティですとボイスオーバー、モノラル音声、あとこの黒字にしろっていうのだと視覚障害のある人でも使うことができますね。あとはまあそうですね、フィットネスの方ですと歩数計がついております。でこれやってこうやって振りまくってると、あれ増えませんね。ちょっとも一回、なんで増えないんだ。まあちょっとすいません。まああまり使ってませんけど、こんな感じで歩数計代わりもできると。あ、増えますね。ちょっとタイムラグがあるんですね、微妙に。これちょっともうちょっと早く反応してくればいいんです。これは良しとします。あと、ホームスクリーンへ戻るやり方ですけれども、プレイリストを選んで、まあ、例えばですね、この画面の真ん中を長押しするとこんな感じで、まあ、どこでもいいんですけど戻ることもできますし、普通にこうやって、左へスワイプすると、あ、右ですね、画面を右へスワイプするとこんな感じで戻ることができます。はい、というわけで、あと相変わらずタッチ同様アイコンの配置は自由自在にできますので、でここをポチッと押せば元に戻りますので、はい、なかなか、いやーでも本当に案外使いやすくてびっくりしたっていうのが感想ですね。では、今回は、まあ、あまりやり方というよりも実質的に使いやすいか使いにくいかとか、そういった点から見ての、レビューを話させていただきました。今こんな感じで、これなんでこうなるかっていうと、再生中の時に画面をいじんないと勝手にこういう風に再生中の音楽のアルバムアートが表示されるんですね。これはとてもまあなんかスタイリッシュな機能というか、はい、まあ、これでシャッフルとか繰り返し再生とか、これでこういうふうに移動することもできますね。はい、はい、というわけで、iPod Now のレビューでした。ありがとうございました。